어, びっくりした、びっくりした。おちょっと中覗いてみて、中覗いてみて。おお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 おないぞ。なんで？嘘。あれ？ラッキー。定休日って書いてない？嘘。え？嘘。嘘でしょ？ああ、マジか。マジか。What？ ちょっと電話して確認します。おい。今ね、電話して確認したら今日は定休日です。お休みでした。よし、じゃあ次さ、このゴシックワールド、あこちらへ行きます、はい、皆さんごきげんよう、ワールド。今日は、はい、今日はゴシックワールドというところに遊びに来ています。はい、はい、こちらね、那須にあるゴシックワールドです。はい、なんかね、こちらいただいたんですが、願い事をするところがあるみたい。願い事は、願いは一度に一つだけ、ここに書いて、今日の夜ね、枕の下にね入れて寝て、敷いて寝て、そしてその願いを誰にも見られないように朝起きたらビリビリって破って捨てるの。そしたら願いが一つ叶うでしょう。え、破るのこれ、これこれ、なにこれ。オークンちゃん。いや、オークンじゃない、オークンじゃない。あ、じゃあじゃあじゃあ、ここに破っていいの。そうビリビリって。そう。え、大丈夫。デーモンじゃない、悪魔じゃないこれ。人間悪魔、はあ、パパみたい。あ、すっごいなんか変わってるねここ。じゃあ行ってみましょう。はい、はい。何何、なんかすごいおもちゃみたいなのもあるし。ああ、びっくりした。ああびっくりした。何聞いた。うん、何何。わわわわ、これ来て、これ来て。これあれじゃん、あれ。これはい、もう知らない、知らない。プレゼント。ああ、そうして、聞いたことあるか。エイリアン、なんか聞いたことあるかも。それではプレデターとエイリアンと一緒に、せーの、よっしゃー、願いの願いが落ちたー。やばいんじゃない、やばいんじゃない。すごい、最高だ。エイリアンの足が当たっちゃったよ。よし、じゃあちょっと行きますよ。あれ、今プレデター動いた。なんかいろいろ変わったものがたくさんあるね。カフェ？カフェだ。うん。いや、まちゃんが座ってます。なんか昔のアメリカって感じ。確かに。ね。変わったものがたくさんあるね。あ。何何こっち？え、ムーミン？あ、ムーミンがいる。何したの？なんかレトロなおもちゃ？置物がたくさんあるね。トイストーリーあるさ。宇宙の戦隊、さあ行くぞ。え、次はね、地下へ行きます。あれがいっちゃう。なんか、なにこれ、お面がある。え、なに、生ハゲ。生ハゲ、魔除け。はあ、変わったお面、石仮面。木仮面。吸血鬼になる、ね、なんかこれ悪魔じゃない。いや、これ悪魔がほら、なんか卵どうぞみたいな。卵卵ね。あ、びっくりした、びっくりした。あ、びっくりした。あ、骸骨があったよ。え、この奥すごい。さあ、うわ、なんかこう、え、また骸骨がいる。骸骨がいる。待って、これ、これ何これ、顔桶。ちょっと、中
覗いてみて、中覗いてみて。これ顔向けの中、ちょっとビビってんじゃないわよカメラマンさん。ちょっと中覗き込みなさい。あらららららら、顔気に入ってるしか。何だ、入れるんじゃない？ちょっと開けるよ。顔向けの、あ、いた。何これ、パパに入れってこと？うん、はい、しかも私、一番に顔見えないから。よし、いいこと思いついた。 YouTube 史上初、カメラがこの棺桶の中に入って、棺桶の 中からパパとケメちゃんとオープンを映す。お楽しいよ、これでパパ入らなくていいぞ。次食べどうぞどうぞ。いやいや、パパに渡そうとしてもダメだよ。パパが取るの。どうぞ。はい、じゃあ入る目線どうぞ。はい、中に入る目線だよ。これはね、こういうのはね、逆バージョンはね、 YouTube なかなかないからね。だってさ、パパたちが中に入る映像がね、そんなのあるんだよ。ほらほら、やばいやばい。はい、じゃあ閉めるよ。うわ、カメラマンだ、カメラマン。カメラマン、こんな感じに見えるよ。じゃあね、次パパが入るよ。はい、はい、どうぞ。乾燥した？怖かった？ちょっと待ってください。じゃあ入るよ。ガイコスがね、足元あるからね。よいしょ、はい、入ったよ。こんな感じでございます。カオキなんだ。カオキやっぱ入ったから。はい、後ろ見てみて。うわ死神じゃん。うわ、死神までいるんだ、すごいね。にゃ、骸骨がたくさんあるね。にゃ、あ、なんかお祈りをしてる人がいるよ。ほんとだ。ごちそうさん、何これした、ワンちゃん。何ワンちゃん。じゃあ進んでいこう。うん、あ、こっちにも骸骨があるし、うん、あれじゃない、あの悪魔の囁き。そう。おいおい、悪いことやっちゃえよって。そんな感じじゃない。うん、いろいろあるね。うん、うん、動物かな、祭壇。なんか書いてる。ここは悪魔の祭壇になります。祈ることによってより願いは有効となるでしょう。はあ、じゃあここでお祈りしよう。お祈り、うん、こう、こうじゃない、こう、なんか洋風だからこうじゃない。確かに。はあ、はあ、じゃあ言っちゃダメだよ、願い事。よし、じゃあ願います。はい、はい、行きますよ。階段ね、暗いから足元気をつけてね。うん、めちゃくちゃいろんな写真とかね、たくさんあるね。うん、あ、なんかお金もある。1ドル札のなんか顔、うん、歴代の人ってこと。ほら、アメリカで実際に使用できる1ドル札です。アメリカではスーパースターが紙幣になることもあるんだって。はい、次はね、何階だ？2階行きます。2階だよ。すごいね。いいな。何、いろんなスーパースターがいるんだね。
ビートルズ。本当だ。これ衣装。わかりますか？パパわかりません。パパ怖かったです。エグジットかいたの。もう出口じゃん。いた。はい、出口まで来ましたよ。はい、ET。首が長すぎますね。ET だからね。ET はね、首が長すぎるからね。よし、行こう。はい。お。あ、こうやって出るんだ。おー。ケイちゃんも出てね。OK。はい。あー、外に出てきたね。はい。なんか、全然世界観が違いすぎます。アメリカン、オールドスタイルでしたよ。はい。はい。あれじゃない？あの、60年代とか70年代のアメリカのものが多いんじゃない？確かに。ほぼまだ生まれていない。初めて見るものばかりだった。そうだよね。うん。僕も初めて見るものばかり？そうだよね。僕が一番好きなものです。ねえ。今日は、ゴシックワールドというところへ遊びに来ました。はい、那須にあるからね、高速道路降りてすぐのとこですよ。はい、またねー、バイバーイ。ババコが落下、ババコがたくさん落下してくるわよ。何人いたかわかるかしら。よーい、はー。おしまいよ。正解はみんなわかったかしら。それでは皆さん、ごきげんよう。